芝東照宮は東京都港区にある東照宮。祭神は徳川家康。身体は徳川家康樹像。旧社格は豪社。日光東照宮、久能山東照宮、上野東照宮と並ぶ四大東照宮の一つとされる。芝公園の一角にあり、元来は増上寺内の社殿であった。徳川家康が慶長六年に還暦を迎えた記念に、 自らの像を刻ませた、樹像を、自身が、寸布城において採取していた。現那2年家康は、死去に際して、樹像を採取する社殿を、増上寺に建造するよう遺言した。同年10月に着工し、翌元な3年2月に竣工した。この社殿は、家康の法名、暗黒院伝徳、連社、高志誉れ道和大古寺より、暗黒殿と呼ばれた。これが、 柴島将軍の起源である。その後、三大将軍家光により、官営10年に新社殿が造営され、旧社殿は解散堂となった。官営18年には移転改築がなされた。寸布城より移築された宗門、福岡藩主、黒田忠之が寄進した鳥居、本殿の周囲に、拝殿、唐門、須カシ米が造営され豪奢な社殿が整った。明治初期に、 神仏分離令により、増上寺から切り離されて、芝島将宮となった。明治6年号社に列した。本殿は大正4年、当時の古社寺保存法に基づき特別保護建造物に指定された。しかし、昭和20年5月25日の東京大空襲により、樹像と神木の遺町を残し、あとはすべて消失した。昭和44年現在の社殿が再建された。 木造、徳川家康座像、東京都江戸東京博物館所蔵、新木の大帳、ありがとうございます。